がないっていうの？私と一緒でも？じゃあ私がその恐怖心を取り除いてあげれば。いらっしゃい。何言ってんのよ男の子が。大丈夫よ。それダメよ、もっと遊びましょう。大丈夫よ、私の次の出番は後半なんだから。私はロレインよ。ロレイン・ベインズ。寝てなきゃダメよ、カルバン。頭を打ってるんだから。あそこ。バルタースの上。紫の下着なんか初めて見たわ、カルバン。あなたの名前でしょ？カルバン・クラインって。下着にそう書いてあるじゃない。お友達はカルって呼ぶのかしら。はじめまして、カルバン・マーティ・クライン。ここに座ってていい？ここに大きなコブができてる。私も知らないの。でも必ず突き止めるわ。ねえマーティ、こんなこと言うと厚かましい女だと思うかもしれないけど、もしもできたらでいいんだけど、土曜のダンスには私をエスコートして。ねえ、ケーキ無駄だったわ。みんなで食べて。ジョイおじさんの保釈は却下されたの。みんなたまにはおじさんに手紙書いてあげて。デビッド、なんて言葉使うの。忘れてることがあるでしょ。出かける前のキスは。大丈夫よ。9時間もずっと眠ってたのよ。そう、でも安心して、あなたはちゃんと1955年に戻ったの。私ロレインよ。ロレイン・ベインズ。寝てなきゃダメだわ。あなたひどく頭を打ったのよ。あそこよ、ダンスの上。紫の下着なんて初めて見たわ、カルビン。あなたの名前でしょ。カルビン・クレイン。下着にそう書いてあるわ。お友達はカルって呼ぶのかしら。そう、はじめまして、よろしく。マーティー、よろしくね。あるはずないよね。まさか本当のアヒル。ごめんなさい、あいつら追っ払ってくれて。俺も言わないで。大丈夫。ああ、ここね。あっちの明かりが9丁目で、バスはパウエルの角に止まるわ。クリーブランド。星？うん、違う、町の名よ。だってここ本当に知らないの？そっか、ここは地球っていうの。言えてる。じゃあ私もう帰るね。本当にありがとう。地震の後みたいね。今新しい曲の準備してるとこ。チェリーボムってバンドなの。ドブネズミの巣みたいなとこに出演しながらチャンス待ってるわけ。ああ、ここね。あっちの明かりが9丁目で、バスはそこの角に止まる。クリーブランド。惑星？ああ、違う、町の名よ。惑星は、本当に知らないの？そっか、ここは地球っていうの。多分、私、悪い夢見てるに違いないな。そうね。じゃあ、私、もう帰るね。本当にありがとう。バイ。どっか行くあてあんの？でも安いの、マネージャーが見つけてくれたんだ。そりゃそうしたいけど契約しちゃってるから。こんなの嘘だって。ありえない。違うよね、まさか本当に。アヒルなの？あいつらを追っ払ってくれてどうもありがとう。怪我はない？ああ、そっちが9番通りで、バス停はパウエル通りの角よ。惑星じゃなくて町の名前。この惑星本当に知らないの？この星は地球っていうの。多分こんなの絶対ひどい悪夢に決まってる。それじゃあ私はもう行かなきゃ。じゃあね、本当にありがとう。さよなら。私も嫌。前は楽しいんだけど、今は考えただけでゾッとする。はじめまして、私ステイシー。今怖いのは独身でいること。私はその逆。今だから白状しちゃうけど、前はこんなこともザラだったな。すっごくよかった。で、あんた誰？まあ、男を知るには寝るのが一番だと思ってたのよ。そうやって大人になってきたわけ。ねえ、すごいことがあったんだ。昨夜ケニーが急にバイト先に来たのよ。それでさ、最初はただふざけてたけど、すごいのはその後。なんなのあれ、体の一部とは思えない。わかんないよ、触っただけで見なかったもん。待って、でも手触りはね、オレンジ？
ママよ、マーティ。あなた大丈夫なの？何も心配しなくていいのよ。お腹空いてない？ルームサービスで何か取ろうか。あら大変、お父さんだわ。それがどうしたってのよ。お金ならあるじゃない。せめて子供たちにだけはマシな暮らしをさせたっていいじゃないの。やめてビフ、そんな言い方は。ジョージのことをそんな風に悪く言うのはやめてちょうだい。あの人に比べたらあんたなんかゲのゲよ。何すんのよ。もうおしまいよ、私出てくわ。頼みもしないのにそんなものくれたのは誰なのよ。みんな返せって言うなら持ってきなさいよ。やっと気がついたのね。2時間も眠ったままで心配したわ。そう、でももう大丈夫。この27階にいる限りは安全よ。いやね、ママですよ、大丈夫？きっと時期よくなるわ。ね、何か食べる？ルームサービスを呼ぶわね。もう大変、お父さんよ。それがどうだって言うのよ。どうせ吐きた金じゃない。父親なら子供たちのためにいくら出したって惜しくはないはずよ。やめてよビフ、やめて。ジョージのことをバカにするのだけは許せない。あんたと違って本物の男だった。悪党、もうたくさんよ、私出てくわ。あんたが自分で欲しがっただけよ。こんなもの返して欲しけりゃもぎ取れば。そんな。わかったわビフ、私の負けね。ここにいるわ。オラはマックフライ、マギーマックフライ。ほんでもミセスマックフライだからね、忘れないでくれ。で、あんたの名前は？あんた頭をひどく打ってただ。でもまあシェイマスが早めに見つけたからよかったよ。オラの亭主、あ、ウィリアムが泣いてるからちょっと見てくるだ。で、ウィリアムショーン・マックフライ。マックフライ家で初めてのアメリカ生まれ。大丈夫だよウィル、この人はなお客のクリント・イーストウッドさん。あんたのこと好きみたいだね。このハットを忘れちゃ命取りだよ。水飲むかね。大丈夫かね、あの人うちに泊めて。呪いがかからねえだか。もう大丈夫よ、このマクフライ農場にいれば安全だから。マクフライよ、マギーマクフライ。ミセスマクフライ、言っときますけど人妻ですからね。あなたお名前は？頭を打ったのね、イーストウッドさん。ひどくはないようだけど、シーマスが見つけたのは運が良かったわ。うちの主人よ。休んでて、私ウィリアムを見てやらなきゃ。そう、ウィリアム・ショーン・マックフライ。我が家の初めてのアメリカで生まれた子供よ。泣かなくていいのよウィリー。あの人はクリント・イーストウッドさん、うちのお客様。この子あなたが気に入ったみたいに。お帰りなさい。年を忘れる人なんているかしら。お水入れましょうか。あなたどういうつもり？水知らずの若い男をうちに泊めるなんて。私心配だわ。可愛い子ちゃんでしょ。私赤ちゃんに惹かれてきただけよ。ああ、子宮がうずうずしちゃうわ。子育てしてるなんて偉いわ。実はね、うちの兄もゲイで養子を欲しがってるんだけど、どこの紹介状通したの？
もちろんよ。助けてみせる。約束するわ。信じて。じゃあ仕事に戻る。バッグを持って上で待ってて。何か分かったらすぐに知らせるから。騙されてはいけません。このハイジャックの動機は政治的思想とは無関係なんで。ファーストクラスから連れ去られた2人はグローバル銀行の重役たちです。ですがジャックが言うには犯人の目当ては 100% 金だそうです。もっと調べてみてもいいので。それなら証拠を見つければいいんです。たった今ジャックからメールが。上院議員のバーベージが殺されたと。何なの？あんたさんに犬は頼まないで。もう一匹いるでしょ。あの子はかき回ってばかりだけど。そんなの犬だからしょうがないでしょ。また後でかけ直すからいい？じゃあね。何がしたいのかわからないけど頑張って。いえ、次の停留所はテキサスのペカディロよ。最後まで話を聞いて。黙れって言ってるでしょ。ペカディロは正式な停留所じゃない。そこに着かなくても他で休憩を取ったと思われるわ。次の停留所はエルパソ、500キロも先よ。それまでにキューピッドが仲間を連れて戻ってくるわ。ねえ、うちに郵便物を貯めないでくれる？あら、どうしてなの？もう2ヶ月も経つわ。そんなにきついのならあの車売ったらどう？私に何も相談せずに勝手に買ったくせに。仕事に戻るわ。その質問はこっちが聞きたいわ。私に言うべきことがあるはずよ。ああ、コンベンションに行った時のことよ。何かあったでしょ？女の人と。泊まったホテルからこれが送られてきたの。一体どういうことなのかしら。お客さんのイヤリングがなぜあなたの部屋にあるの？リンドバーグ坊やの歌をご覧になりました、うん、フーバーさん、せめてダンスだけでもお願いできません？踊るだけよ。ダンスはなさるでしょ。一番楽しい時間よ。好きな曲なの。おやすみなさい。ガス・エリスはクレア・ギブソンを強姦殺害した罪で終身刑を受け7年服役した。 DNA が根拠の事件だったからイノセンスプロジェクトの対象に。で、被害者のジーンズと下着のタッチ DNA を抽出したら性犯罪者のと一致したわ。クライド・マローニと。マローニは自白、終身刑を受け入れた。ガス・エリスは答えを求めてるの。私は彼の弁護士に調査を依頼された。事件の1週間前、クレア・ギブソンは男が寝室の窓から覗いていると警察に訴えた。おーい、帰ってきたのね。空港に着いた。レイミーが首を長くして待ってる。ああ、それが主役のパパが今日はうちにいないのよ。ああ、急な仕事ですって。ええ、もちろん伝えたわ。だけど、今朝空港から電話があって。行き先はロンドンよ。3時35分発、パパが謝ってた。お帰りなさい、会いたかったわ。ああ、すっかり素敵になっちゃって驚いた。さて、ああ、何か飲む？ペイジ、説明させて。複雑な気持ちだとは思うけど、どうにもならなくて、あなたしか頼る人がいなかったの。この建物よ。実はそうなの。どうしてもあなたと会いたかったから。ずっとスコーピオの活躍はニュースで見てた。娘のことを気にかけるのは当然で、それにスコーピオならできる仕事だと思ったから連絡したの。それがね、あっちの奥の方にとても古い機械が置いてあるのを見つけたの。警告のシールが貼ってあるのよ。危険とか有害物質とか。どう扱っていいかわからなくて。嘘でしょ。その格好は？ジョギングなんていつ始めたの？あなたが運動するなんて知らなかった。頭のそれは？いつまでいるの？ここに泊まる？どこに泊まるの？随分と偉くなったのね。仕事はどうなの？うまくいってる？なんだか刺激的。こっちにいる間にアリソンに連絡しないの？それとも言いたくない？二人の写真を今も飾ってるのよ。ほら、そこに。何も捨てることないでしょ。大騒ぎしすぎなんじゃない？一体どうしちゃったの？待って、顔に歯磨き粉ついてる。自己啓発の本バカにしてる？そうだ、セミナーがあって新しいマントラを発表するから聞いてくれない？愛の見つけ方 LOVE L、 ルックスは気にするな。心配は置いていけ。 O、オープンでいろ。拒絶されても。本当？シエラ、パーティーに行って酔っ払うような子はどういう子か知ってる？自尊心が低い子よ。あなたは自尊心が低いってこと？リスペクトのマントラ RESPECT。 子供を外出禁止にするなんてダメに決まってるでしょ。ダメだからよ。メグ、ジョンのそばにいてあげて。
すみません、あの子も辛くて。疲れたわよね、ごめん、おしまい。顔色はいいわよ。どこ行ってたの？髪の毛はどこ？寄付したの？女王、平気よ。ベスは大丈夫。いえ、みんな同じよ。当たり前でしょ、家族だもの。悲しんでもいいのよ、気持ちはわかる。髪はまた伸びるわよ。後で今のことを振り返ったらきっとどうでもよくなるわ。一番大切なのはあなたの心でしょ。あなたのユーモアや優しさ、それに勇気。わかってる。